ロシア軍、歴史ある戦場の神の火が消える危機。兵站の弱さのせいでロシア軍の砲撃部隊は量で圧倒する従来の戦術から精密攻撃への転換を強いられている。ウクライナ東部の陣地を守るロシアの砲兵部隊はロシアの防衛線を破ろうとするウクライナ軍に対し、兵站反攻をロシア軍は阻止しようとしているが、砲兵部隊は兵站の弱さに苦しんでいる。イギリスの王立統合軍事研究所 RUSI が発表した報告書によると、戦況の悪化によりロシア軍の砲兵部隊は伝統の戦術を変えざるを得なくなっている。砲兵火力は地上戦の勝敗を左右するほど重要で、戦場の神とも言われるが、ロシア軍ではその火力が消えようとしているのだ。ロシア軍の砲撃能力は伝統的に精度より量に依存している。ロシアのウクライナ侵攻後も変わらなかったこの傾向が現在は変化してきていると RUSI の報告書は述べる。第一に、ロシア軍には砲撃の量を維持するだけの砲弾がない。第二に、大規模な砲撃に必要な兵站は探知されやすく、長距離の精密攻撃に対してあまりにも弱い。第三に、砲弾の発射位置を捉える対砲兵レーダーの喪失と方針の摩耗により量の攻撃の効果は減少している。そのためロシア軍の砲兵は今量よりも精度を重視せざるを得なくなっている。これはロシア製クラスノポール 152mm レーザー誘導弾の使用順位が上がったことや、砲撃の調整にドローンの使用が増加していることに示されている。軍の訓練が間に合わない。大量の砲撃に頼るよりも精度を最大化し必要な砲弾数を減らす傾向にあるようだと RUSI は指摘する。そして精密弾薬とドローン使用の増加、通信の改善といった取り組みは全て時間の経過とともにロシアの砲兵部隊を大幅に強化する可能性が高い、懸念すべき傾向だと付け加えた。だがより高度な兵器を使ってより正確に砲撃を行うためには、ロシア軍にとって以前から問題になっていた訓練の質の向上が必要になる。戦時下の今、ロシア政府は訓練の有無に関わりなく部隊の増強を優先しており、この課題はさらに困難なものとなっている。訓練がお粗末であれば近い将来解決する見込みはないと、ロシアの軍事アナリストでフレッチャー法外交大学院の客員研究員パベル・ルジンは本誌に語った。ロシア軍の人的資本は非常に低い。兵士であろうと将校であろうと関係ない。仮にロシアが十分に訓練された軍隊を生み出すことができるとしても、そこには限界があるとルジンは付け加えた。砲撃に対するアプローチの変化は砲弾の数が限られていることに由来する。しかしロシアはあまり多くの精密弾を生産することができない。誘導型ではないあらゆる種類の砲弾を100万発生産し、精密弾を数百発しか生産していないのであれば、そこから精密弾の生産を数万発に増やすことはできないとルジンは言う。さらにロシアは砲撃用兵器の減少に直面している。榴弾砲、多連装ロケット砲、そして砲身までもが減っている。頼りは北朝鮮。ウクライナ南東部で守勢に立たされているロシア軍は大砲の威力を発揮するのに苦労している。ウクライナ軍の指揮官たちはロシアの防衛能力を低下させ、最前線の防衛部隊を孤立させるために数ヶ月前からロシア軍の火砲を破壊することに照準を合わせてきた。オランダを拠点とするオープンソースの監視機関オリックスが最近発表した数字によれば、ウクライナ軍は火砲を1門失うごとにロシア軍の火砲を約3門破壊しているという。ロシアはまだ多くの火砲を保有しているが、ウクライナ軍はその優位性を徐々に蝕んでいる。砲弾の不足に苦しんでいるのは両軍とも同じだ。ウクライナを支援する西側諸国はより多くの弾薬の提供を求められており、アメリカと EU は砲弾の生産を大幅に拡大する取り組みを発表した。アメリカは現在155mm 砲弾用のクラスター弾を提供している。クラスター弾には破壊的な拡散力があり、ここ数ヶ月破壊されるロシア軍の砲の数が増えたのはクラスター弾の効果だと言われている。一方ロシアは砲弾の在庫を補充するために北朝鮮とイランに目を向けている。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は2023年初め、イラン政府が砲弾30万発の提供に合意したと報じた。
9月後半には北朝鮮の指導者金正恩総書記のロシア訪問が予定されており、北朝鮮がロシアにより多くの砲弾を提供する可能性もある。スナイパーの切れ味という主力戦車チャレンジャーに実戦投入と同時にやられた。イギリスからウクライナに供与され、いよいよ前線に出た戦車チャレンジャー2を、ある兵士は狙撃銃のような存在だと称賛した。だが一方で、ロシアの攻撃の犠牲になった初のチャレンジャー2と見られる動画も浮上している。戦車はとてつもない力になる。特にこのような戦車ならなおさらだ。ウクライナの戦車兵は、ウクライナ国防省が9月3日に SNS に投稿した動画の中でそう話す。こんな戦車なら見る人は誰もが、おお、あれはなんだと思うはずだ。ウクライナにももっとたくさん配備されれば素晴らしいのに。チャレンジャー2の重与量は2023年1月、西側が初めてウクライナに供与すると約束した主力戦車 MBT になった。これが呼び水となり、西側の他の支援国もドイツのレオパルト2やアメリカ陸軍のエイブラムスなどを供与した。重量70トン弱と重装備のチャレンジャー2は3月末、戦火に引き裂かれたウクライナに到着した。だがチャレンジャー2はドイツ製のレオパルト2に比べると数が限られていたため、なかなか前線には配備されなかった。特に南部の激戦地では、ロシア軍が対戦車の塹壕や竜の歯と呼ばれる障害物を作って激しく抵抗している。だが8月半ば、ウクライナ空中機動軍空挺軍に属する第82旅団が南部ザポリージャ州のロボティネ村の攻防戦に参戦した時は、チャレンジャー2が一緒に投入されたという報道が浮上した。奪還したはずの村で、9月4日にはロシア国防省がロボティネとその付近のベルボベ村の周辺でウクライナ第82旅団からの反撃を撃退したと発表。9月5日には初めて戦闘の犠牲になったとみられるチャンレンジャー2の映像がネット上に拡散した。ウクライナ政府側の発表によれば、8月末には奪還したはずのロボティネ付近の映像とみられる。それでもウクライナ政府が投稿した動画の中で話をしているチャレンジャー2の操縦士は、この戦車を褒めたたえる。この戦車の強みは射程が長く、とても正確なところだと先ほどのウクライナ軍兵士は述べ、チャンレンジャーは長距離攻撃で力を発揮するよう作られたマシンだと付け加えた。ウクライナが保有するチャレンジャー2のうち残りの13両は今も激戦が続くザポリージャ州のウクライナ側がロシアの第一防衛線を突破したと発表した地域で稼働していると考えられている。ウクライナ軍南進へ、ロシアドナウ川港湾に攻撃。米シンクタンク戦争研究所は5日、ウクライナ軍がロシアから解放した南部ザポロジエ州ロボティネからさらに南進を続けていると分析した。一方、穀物輸出合意を停止させウクライナ経済に打撃を与えたいロシアのプーチン政権は、ドナウ川の輸出ルートに必要な攻撃を繰り返している。南部戦線のロボティネ周辺では、ロシア軍が築いた地雷原など強固な防衛線の突破を試みている。戦争研究所は5日に公開された位置情報付きの映像から、ウクライナ軍はロボティネの南部と東部方面に前進したと指摘した。一方、穀物輸出の中心地南部オデッサ州のキペル知事によると、5日夜から6日未明にかけ、ドナウ川港湾都市のイズマイルが約3時間にわたってロシア軍のドローン攻撃を受けた。農業会社の従業員1人が死亡している。地元メディアが伝えた。